はい、こんにちは。今日はパイプタバコの紹介をしたいと思います。今日紹介するパイプタバコはこちらです。有名なタバコですね。サミュエル・ガイズ・セント・ジェームズ・フレークです。私の好きな銘柄の一つでもあります。今日はこれを紹介したいと思います。ではですね、スモーキングパイプス .com の説明文。サミュエル・ガービズからの作のってところかな、バージニアとペリクの、豪華なブレンド、この、大きく大胆な、ブリティッシュスタイルのフレークは、ルイジアナペリク、セントジェームズ郡か、セントジェームズ教区、セントジェームズ郡、地名ですね。のルイジアナペリクをの大きなをにあんルイジアナペリクを、大きな割合で組み込んでありますですね。その内容ですね。早い話が、バージニアと、ルイジアナペリクの、ブレンドです。ベーパーですね。はい。タバコレビュー .com の紹介の方ですね。サミュエル・ガービズ、セント・ジェームズ・フレーク、ケンダル・メイヤーズ・コレクション。ブランドがサミュエル・ガービズ。作ってるブレンドもサミュエル・ガービズで、ブレンドタイプはバージニアとペリック、ベイパー。入ってる箱も当然バージニアとペリックで、フレーバーはなし。カットがフレークで、パッケージが 50g の缶。これですね。で、カントリーが UK、ユナイテッド・キングダムでイギリス。今イギリスなんか、どうなんでしょうね。いい問題とか、ちょっとごめんなさい、話しとりました。強さはミディアム、フレーバーはなし、テイストが、味がミディアムからフルで、ルームノートがトロラブルで、良いということかな。はい。で、レビューの星4つのうち、平均が 3.4、結構高いです。で、星4に固まってるので、評価は全体的に高いですね。で、フレークなので、文字通り板状のフレークです。結構ぐにゃりと曲がります。はい。じゃ早速、匂いですが。甘酸っぱい匂いがしますね。ベイパーらしい匂いでしょうか。そうですね。ウェイパーの匂いですね。当たり前か。いい匂いがします。その甘酸っぱいような匂いですね。はい。では、直接吹かしていきたいと思います。今日はプシュコのこのパイプを使います。これは私のお気に入りのパイプの一つですね。うまい。やっぱりうまいですね、これ。久しぶりなんですけど、これは本当に美味しいタバコです。バージニアペリクのブレンドが好きな人であれば、このタバコは強くお勧めします。本当に美味しいです、これは。なんだろうな、バージニアの旨味とペリクの酸味っていうのかな、味がすごくいい、濃くというか、ふくよかに口の中で膨らみますね。
で、私、タバコの紹介するときに、ちょっと吸って、味、こんなんかなってこう、分かってきたら、レビューの動画作って、で、若干吸ってるパイプにまた火をつけて、改めて味を確かめながら、味の方の紹介をしてるんですけども、で、なんでこんなことを言うかっていうと、マッチ1本でそんな簡単に火つくかなって多分思った人多いと思うんですよ。というのも、このタバコすごい湿ってるんですよ。かなり湿ってて、火がですね、ほんと火つき気持ちは悪いんですよ、このタバコ。気持ちはある程度、なんだろう、なってくると、安定してくるとそんなんでもないですけど、火つきが本当に悪くて火がつかない。さらに言うと、個人的にこれちょっと少し固く詰めた方がうまいんですね。で、なおさら火がつかないんですよ。マッチ派の人、マッチかなり何本も使うことになるかもしれません。ライターの人だと割と楽かもしれませんが。で、最初は結構火つきが悪くてですね、ぼやけた味がします。で、ただ吸い進めていくと、序盤終わって中盤差し掛かる頃から、一気にこう旨味が来るような、そんなタバコです。これは、時間かかればかかるほど、旨味が増すような、そんなタイプのタバコだと思います。なので、これに関してはちょっと、いつもだと、ジップロックみたいなのに入れて保管するんですけど、これに関しては私このまま保管してます。湿ってるのでもう、そのままでいいやって感じですね。かなり。うまいですね。ただ味についてはすごくいいです本当に。ですのでちょっと吸いづらい部分があるけど、うまいのでまた買っちゃうっていう、そういうブレンドですね。それくらい個人的にはうまいと思います。タバコレビュー .com でさっき言った通り、星3、星4の方に人がかなり固まっているので、129人がレビュー書いてるんですけど、レビューっていうか評価をしてるんですけど、そのうち、100人以上、110人がもう星3、星4とかなので、多くの人が多分好きなブレンドなのかなと思います。うまいですね。火が安定して美味しいゾーンに入ってくれば、あとはゆっくり美味しく吸えます。それまでがちょっとめんどくさい、そういうタバコです。私みたいなベイパー好きにとっては味だけ見ると、すごいいいブレンドですね、本当に。味だけ見ると。はい。ということで今日は、サミュエル・ガービズのセント・ジェームズ・フレークの紹介でした。では、ご質問、ご意見、ご要望とあれば、下のコメント欄、またはメールの方にお願いします。では、今日は動画これで終わりにします。ではまた。